基地成分は少なめですがドロされた話。もう、かなり前のことです。当時は、転勤族で犬も飼っていたので、その時は、賃貸の戸建てに引っ越した。犬は割と大きいので、庭生活。某ワンちゃんアニメで一時期人気があった犬種だったけど、その頃は、下火であまり飼ってる人がいなくて近所でも見かけなかったので、犬好きなご近所さんにも可愛がられてた。近所の人を見ても吠えることがなく、おとなしい犬だった。その家は、庭がとても広くて、車が6台くらい余裕で止めることができるくらいあった。たまに、近所の人のところに人が訪ねてきたら、ちょっと車止めさせてと来ることもあり、許可していた。近所の買い物はベビーカーで出かけてたんだけど、子供が寝てしまったので、ベビーカーを玄関前に置いたまま、子供を抱いて鍵を開けて中に入った。寝かせようとしたら起きてしまったので、数分抱っこして寝かしつけた。珍しく犬が吠えてしばらくして、インターホンが鳴ったので出ると、向かいの家に住む A ママ。友達が来るからうちの車置かせてね、と言われていいですよ、と答えつつ、ベビーカーと荷物を取りに出ると何もない。ベビーカーも買い物した荷物もない。財布は、子供と一緒に、先に入れてて無事だったけど、A ママに、ここにベビーカーありませんでした?と聞くと、知らないとだけ言って、庭に、A ママの車を置いて帰って行った。夕方に、A ママが、車を取りに来たみたいで、珍しく犬が吠えてた。その日の夜救急車が来て、近所の人が運ばれていったっぽいことだけは分かったんだけど、次の日に、見知らぬおばさんがやってきて、あんたが変なもの食べさせたせいで、息子が食中毒で入院することになったと怒鳴られた。入院したのは、A 旦那で訪ねてきたのは A 旦那母。何もあげてないと言っても、嫁があんたから、もらったって言ってると叫びまくりで、話にならない。何をもらったって言ってるのか聞いたら、私が昨日買ったけど、ベビーカーと一緒に亡くなった刺身。A 旦那母が怒鳴ってるので、犬も吠えまくる。訪ねてきた時点では吠えてない。こんな恐ろしい番犬を置いて、私を、脅そうったって、そうはいかないからね。慰謝料と入院費用を出しなさい。吠えまくる犬に向かって、庭にあった小石を投げつけた。が、犬はシュッと避ける。それでさらに A 旦那母ヒートアップ。避けるな、バカ犬が。と、小石投げたり、草とか引きちぎって投げたりするけど当たらない。小さめのプランターも投げようとして持ったところで、その場に崩れ落ちるように座り込む。A 旦那母、ぎっくり腰になったようだ。そこに A ママがやってきて、義母さんに何したのよ。犬に襲わせたんでしょう。とわめき出し、家でのんびりしてる近所の姑世代が集まってきた。犬に襲わせた、怪我させられた、とすごい剣幕で、集まってきた中の誰かが警察を呼んでた。A 旦那母は、A 旦那妹に助けを求めて病院へ。私は、警察に昨日買い物したものが、ベビーカーと一緒に亡くなっていて、その中にあった刺身を食べて A 旦那が入院。そのことで、A 旦那母が慰謝料をよこせと言ってきて、犬に吠えられてプランターを投げようとして、ぎっくり腰になったことを説明。その最中も犬は吠える。警察も、犬が怖いのか近寄れないまま。いつもはおとなしいのに、と近所の人たち。静かに、と言うと黙るのに、A ママが喋り出したり、ちょっとでも動いたら吠える。A ママは、この犬が怖い。ここに、私が、引っ越してこなければ、いつでも気兼ねなく駐車できてたのに引っ越してきたせいで迷惑している。車を止めるところが、なくなって友達を呼びにくくなった。犬を処分しろ。血統書ついてるならよかせ、売って入院代にする。今すぐ引っ越せ。もう意味がわからない。周りにいるヤジウママダムたちは、ひそひそしてる。そんな時、私に対する文句の中で、ポロッと出てきた。よく車止めさせろって言ってくるうちのことが嫌で、刺身も、わざと悪いものを取りやすいように置いてたんだろ。取りやすい、ってやっぱり盗んだのね。私が家に入った直後に、車を止めさせてくれと言いに来たついでに、ベビーカーごとトランクに入れ、遊びに来た友人が帰るまで、刺身は放置。友人が帰った後、家から車を移動させて、荷物を取り出して、刺身を A 旦那に出したらしい。
盗むところを見ていたので、犬が A ママに吠え続けていたんだと思う。ベビーカーは、A ママの身内にあげる約束をしていたようで、騒ぎの中、A ママの身内が取りに来た。あげなかったけど、A ママは、そのまま警察にお持ち帰り。A ママは、何か言ってたけど、うんうん。いいからいいから、ちゃんと、話聞くからとりあえずおいでと、連れて行かれてた。後日、A ママ両親が謝罪に来て買い物したものを弁償するというので、レシート渡して代金をもらった。A 旦那も退院した後、A 旦那両親と一緒に謝罪に来た。A 旦那母は犬に吠えられてたけど、もうプランターは持ち上げなかった。ご近所さんたちの前で暴露してしまった A ママはひそひそされるし、うちの前を通るたびに犬に吠えられ続けるしでしばらくして姿を見なくなった。A ママがいなくなってから、A 旦那も、ひそひそに耐えられなかったのか引っ越したようで、姿を見なくなった。それから、1年くらいそこに住んでたけど、A ママがいなくなってからは、犬は元通りおとなしくなった。あの時吠えて教えてくれてた犬は、今も元気です。今住んでるところの近所のおばあちゃんに、何度名前を教えても、ブチちゃんと呼ばれてます。